火事があったのは小樽市真栄2丁目の花火工場です。午前10時前、工場の従業員から爆発したなどと消防に通報がありました。その後も爆発音に加え、一時大量の黒煙も上がりましたが、先ほど鎮火しました。この火事でこれまでに男性3人が病院に搬送されています。一発パンって上がったんで、でその後になんか花火の打ち上げみたいにパパパパパパンっていうのがあったんで、いや怖かったですね。警察が火が出た原因などを詳しく調べています。